はい、どうも皆さん、こんばんは、こんにちは。おはようございます。サルです。今回は、ブレイドストーム100年戦争という、フランスとイングランドの戦いですね。有名な、ジャンヌ・ダルクが活躍してた時代のお話です。で、これは無双系のゲームなんですけども、一人プレイ専用で、主人公は、傭兵です。キャラクターは、作成できます。まあ、自由には作れないんですけどね。男女、選べて、顔が、男女ともに8種類ずつかな。で、声は男女、ともに3つずつ。選べるのはこれだけです。名前は自分で決めれます。で、まあ、内容としては、まあ、ここで、まあ、兵を雇ったり、商人から、防具買ったり、この戦機っていうのは、戦闘をサポートするアイテムです。相手の防御力を下げたり、自分の攻撃力を上げたりという感じですね。で、これ武器は、雇った兵士に装備させる武器です。あと、防具も一緒ですね。で、この何々の書っていうのが、これがないと、雇えないアイテムです。まあ、雇えないというか、まあ、統率できないっていうね、扱えないというお話、お話というか、扱えない、兵士たちですね。では、ちょっと、戦闘シーンを。長引くかな。ちょっとやってみたいと思います。まあ、これ途中のデータですけど。ここで、まあ、部隊情報。敵の位置、敵の傭兵の位置ですね。名前がついてるのは、主要の、まあ、キャラクターです。赤がイングランド。で、青が、フランスです。で、まあ、ステータスはね、まあ、自分のステータスです。では、出撃しましょう。ここで場所を選べます。どっから、出撃するかですね。はい、ここが、拠点。まあ、攻められても、まあ、別に大丈夫なんですけど、ここを取られたら、取り返さないと、ゲームの
今クリアはできません。だからいかに取られずにこの、剣のマークのついた場所ですね、そこを攻め落とすかが鍵となります。じゃあこの一番近いここでいきましょう。でまあこの光ってるのが、まあ、雇えるというか操作できる兵士たちです。メイスで、これは再建ですね、レイピアで、各兵科によって、得意な兵たちと苦手な兵たちがいます。赤が苦手で青が得意な分野ですね。はい、なのでこれを見ながらですね、やっていかないと、返り討ちに遭ってしまったりしますんでですね、今あの赤く輝いているのが、苦手な兵です。で、青っぽく輝いているのが得意な兵です。なのでちょっと混戦は避けたいので、メイス部隊は結構、騎馬部隊には強いので、いいかな。で、中にも苦手な部隊がいますんで、こういう場合はですね、まあ得意な陛下を探して突っ込む。まあ、こういう混戦をして戦って、このシールドのマークのやつを倒すと、一つ、この砦とかの、耐久力が減るんですね。で、決められた数のシールドを破壊すると、シールドの兵を破壊すると、拠点兵が出ます。その拠点兵を倒すと、ま、制圧ということになります。あ、それとあの仲間が、拠点に入っても、この拠点兵が出ますんでね、拠点兵長ですね、ここを倒すとクリアです。まあ目標の場所をクリアすると終わりで、目標じゃないとこを制圧すると、仲間が増えていきます。それで、戦局を有利にしていって、まあこの戦争を終わらせるという感じですね。まあフランスはフランスで、まあ集中してやった方が、まあ話は進みやすいです。で、イングランドはイングランドで、別のイベント用の戦闘が、準備されております。ということで、こんな感じのゲームです。まああんまりサポートアイテムは使わないでもクリアできるんでですね、まあ陛下さえ分かっていれば、有利に進めることができます。ということで、はい、ブレードストームの実況、
やってみました。で、あ、そうそう、この兜ですね、兜はですね、装備すると外せないんですね。だから私は装備はさせません。はい、せっかくの髪型だ、無駄になってしまうので、まあこういった感じの、まあ、基本は同じ感じの、陛下でも、まあ、見た目が違うというやつですね。まあこんな感じで、まあ、はい、というこんな感じのゲームです。長剣兵、まあ、一人一人違うんですけどね。この装甲騎兵というのと、まあ槍騎兵、まあ形は一緒なんですけども、まあ装甲騎兵の方が、金額が高くて、使い勝手がいい感じですね。追加ダメージ回避とか、まあ能力が若干違います。はい、ということで、こんな感じです。パイク兵とかもね、これは牙に強いんですけども、はい、こういう形です。まあ形図が、まあ見た目も変わるだけっていうのも言いますけども、まあ好き好きで、雇ってくださいという感じですかね。では、この辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。まあこれ古いゲームだから、まあ、ね、初期に出たやつなんで、まあ、安いのは安いと思いますんで、まあ、興味ある方は、まあ、ぜひぜひやっていただきたいなと思います。それでは、それでは。